彼は全ての悪党から恐れられ、全ての殺し屋の憧れだった。しかし、ある日、坂本は太った。いただきます。殺し屋には戻らない。家訓破ったら離婚だからね。破ったら殺す。矛盾してるじゃないですか。いちいち殺してたらキリないね。バカっつったかこれ。援護は頼んだぜブラザー。これが戦友ってやつか。このウェブにかけられた懸賞金は10億円。今のお前は家族も守れねえ、ただのデブだよ。ここからは本気で行かせてみる。今だまかりなるまでアクセル踏み込んで、それじゃ足りないまだ。守るもんがある方が人間必死に戦うんだよ。やあ坂本君。こいつら全員皆殺しや。大切な人を守るために使うと決めたんだ。それが今の俺の強さだ。